あの黒崎ベースが軌道に乗った、まあ、なんていうか天気というかきっかけっていうのはなんかありますかね。そうですね、軌道に乗ったタイミング、ちょっと何をもって軌道に乗ったかってなると、まず人が集まり始めるまでに結構いろんなことをやったんですけども、まずは Airbnb に登録した時に、まあ立地条件も含めて全然儲からないし人来ないんじゃないかっていうことに関してなんですけど、やってみたらちゃんと来たんですね。2日目にフィリピン人が12名、その翌日に中国人10名とか、あれ結構あこんな入り方するんだと思って、僕らもベッド数を登録して実際にこう運用し始めてからもう少しかかるだろうと思ったら、布団が足りなかったんで、その日にすぐにニトリに駆け込んで布団を揃えましたね。で、まあ、実際にあなんでこんな人に来るんだろうってなった後にすぐにパタッと人が来なくなったんですね。そしたらその翌々週ぐらいにまた予約が入ってみたいな、あなんかこれを見てるとなんか当時やっぱ旅館とかホテルの業界の人たちが民泊に対してすごいこう懐疑的な念を向けてたんですけれども、なんか全然今まで僕らが考えてたインバウンドの動き方と違う動きがそこにはあったんですね。当時は6年前ぐらいになってくるとシェアリングエコノミーみたいなのが流行り始めて、例えばシェアカーでまあ日本人回るみたいなのってあんま日本人は考えにくかったんですけど、海外の例えば留学してる学生さんとかが家族とか友達連れていろんなとこに旅するっていう風な体験が割と一般的になってたようなんですけれども、こと日本人からするとそういうのあんまりピンとこないじゃないですか。そういうのが需要としてあった時にいろんな民泊とかホテルとかある中で大人数でどっか旅行行く時に泊まるとこうペアとか一人ごとに結構いい金額かかるじゃないですか。それがコテージみたいにグループで泊まれるっていう古民家のこの作りっていうのが、やっぱ民の体験的にはすごく良い、こう、機能だったみたいで。まあ、それがやっぱ注目されて、うちって、あ、古民家ってこういう風な、旅の扱われ方するんだっていう、なんか民宿とか民泊のなんか新しい機能を、なんか見たような気がするんですね。そこをすると、単純にそのカップルだったりとか、一人用のバックパッカー、風に僕も考えてたんですけれども、海外向けに関してはそういうグループ向けに日本の文化を楽しめるような体験作りっていうところに一気にフォーカスして、でそこからはやっぱりその1日2日で10名とか泊まってくれたらそれだけ結構あらりも出るので、民泊の機能として売り上げとしてはそういうところではすごくうまく始めましたね。普通になんか1泊2日ですごく安く泊まれて単純に素泊まりできるっていう一般的な民泊のところで言うと部屋貸しだったりとか箱貸しってとこだったら自利品なんですよ。年間180日以内に納めないといけない縛りの中で、高すぎてもなんかこううぞうむぞうのなんか部屋貸しのところと比べられちゃうので、安ければ安いほどいいっていう体験はあまり安売りしてもそんなにこっちとしては得がしない。うちは体験を売りたいので、やっぱこういう田舎の里山里海に囲まれた一戸建ての中で、まあ、日本的な文化楽しみながらグループで楽しめる場所みたいな、そういう設計に運用を変えていって、それを理念としていった時に、まあ、徐々にこう形作られていったのがありますね。それは経営面のところでの、まあ、ちょっとうまくいき始めたタイプで、もう一個は単純に儲けでやってるっていうのは最初の僕の考えてたこととちょっと違ってきますので、じゃあことさ交流できる場所っていうところの観点では、当時副業でやってたんですけども、1ヶ月に一遍イベントをやってたんですよ。例えばこういう焚き火しましょうとか、ジビエ肉でバーベキューをしましょうとか、あとはもう本当に週末の金曜日の夜にこっちに来て、その当時金沢住んでたんですけども、夜に来て夜中に竹を切りに行って、その竹を切って朝みんな集めて流しそうめん大会をする、竹の節切ったりとかして、それなんか田舎でしかできないような、昔こう町内会とかでやったようなことって今やらなくなってきてるようなことを、あえてこの田舎のこの立地でやる、まあ、あっちの方水道
施設の水道の中からそっちの溝のとこにかけてぶち抜いた竹使って流しそうめんをみんなでやる。トマトとかも流しちゃう。なんかそういうみんなで楽しむイベントとかを通して、当時集まってたその、なんでしょうね、異業種交流会だったりだとか、あとは地域の住民の同じ世代の人たちとか集めてイベントとかをした。そうするとまあこう、金沢とか福井とか、そういう近隣の人と、まあそれこそゲストの方とも交流して、いろいろこう、なんかスクランブルにいろんな方が絡めて、まあなんか新しい体験を生み出せる場みたいな、イベントベースでこう、混ぜていった。これによってまあ単純にインバウンドって一過性の体験だけじゃなくて、僕らはここの地域でゲストハウスをしてます、場所を作ってますっていうところと、単純にそのイベントを回して、まあ、黒崎ベースってどういう体験を提供してるかっていうところのこういう発信みたいなところがうまく回り始めて、まあ、そこら辺で結構黒崎ベースってベールに、秘密のベールに進められてたなんか謎の民泊でなんかやってることもよくわかんないってところから、徐々にこうそのレイヤーから認知が広がっていったっていうところは結構強かった。あそこからまあ認知とかブランディングってところでは少しずつ固まってきた感じがします。はい。ありがとうございます。